こんにちは。こんにちは。渡辺です。みさきです。はい、ということで、もういきなりなんやけど、はい、季節によってシャンプーの仕方って変えないとダメなのしてた。なんとなく。なんとなくね。はい。それって多分ね、皆さん知らない方って結構多いかなと思うんですよ。例えばですけど、夏と冬。はい。特にね、夏場ってはちょっとシャンプー大事かなって思いがちなんですけど、冬がめちゃくちゃ大事。おなぜかというと、はい、冬ってね、めちゃくちゃ乾燥するんですよ。ああ、確かに。で、乾燥するってことは、頭皮の乾燥だったりとかね、はい、あとは毛先の乾燥、髪の毛の乾燥、これがね、女性にとってはかなり、天敵？大敵？大敵だ。大敵そう、になるので、はい、まあ、それのね、正しいシャンプーの方法だったりとかね、ちょっとね、こう美容師ならではのポイント、はい、あとはちょっとね、おすすめのシャンプーについて、はい、今日はしっかりと紹介していきたいと思います。はい。はい、ということで、今日はね、モデルを美咲さんにやってもらうんですけど、はい、やっぱ、完全にブリーチもですよね。もうカラーめちゃくちゃしまくってるっていう、はい、パサつきもね、なかなかあるけども、はい、これをね、しっかりとね、抑えていきたいと思うんですけど、まあ冬だからよりね、こうダメージしてるからより乾燥しやすいので、はい、それをね、ちょっとね、潤いがある、はい、つるんとした髪の毛にちょっとね、やっていきたいと思います。はい。はい。で、冒頭にも伝えたんですけど、冬のシャンプーに気をつけること4つ今から紹介します。はい。まず1つ目は、洗浄力が強いシャンプーを使わない。はい。なおかつ1日の中で何回もシャンプーしないってことです。あー、はい。これなんでかって言ったら、やっぱ洗浄力強いシャンプーって結構多いんですよ、うん、でそれでやっぱり洗うと、まあ、さっき言ったように頭皮の乾燥だったりとか髪の毛のパサつきっていうのが結構出てきてしまうので、なるべくね、冬の時期はそういうのを使わない、はい、で1日の中で例えばジム行かれたりとかスポーツされる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、何回もシャンプーする方っているじゃないですか、うん、これあんまり良くないから。で2つ目なんですけど、お湯の温度です。はい。でお湯の温度って多分冬ってね、寒いから温度上げがちなんですけど、やっちゃいます。それ上げちゃうと乾燥します。はい。で怖いのは、乾燥して、ね、乾燥するとね、また油分出してくるんですよね。うん、頭皮も。まあ、お肌も多分一緒だと思うんですけど、油分出してきたら、頭皮のトラブルも出てきてしまいます。うん、頭皮トラブルが出てくるんですよね。で、油分が、言うたらね、頭皮を詰まらせる原因にもなったりもするんですよね。抜け毛の原因だったりとか、例えばさっき言った頭皮のトラブル、赤くなってきたり、痒みが出たりとか、する原因にもなるので、できればぬるま湯。はい、できれば38度。はい、これでやることをお勧めします。で次に3つ目なんですけど、シャンプーをダイレクトにつけない。はい。で多分皆さんこう出すじゃないですか、シャンプーをそのままダイレクトにこう頭皮いきませんか、うん、はい。でこれだとちょっと洗浄力上がってしまう恐れがあるんで、できれば手の中でしっかりと泡立てる。はい。で泡立ててからやってあげることによって洗浄力をちょっと抑えれるので、乾燥パサつきも収まります。はい。次、4つ目、はい、4つ目なんですけど、ゴシゴシ洗わない、はい、ガーッと洗わない、もうマッサージを優しく優しくして洗う、はい、っていうのがポイント。でその4つを踏まえて美咲さんの頭を洗っていきます、はい、で今日使っていくシャンプーなんですけど、はい、今ねすげえ話題のヘアレシピ、はい、和の実のシャンプー、はい、これ見てください、米の形してます。かわいい。ちょっとかわいいですよね、はい。でこれちょっと僕いいなと思ったのが、これでね、このパッケージももちろんそうなんですけど、はい、これ下でパチャってやってこう出すんですよ、こうやって。これだと、はい、あのね、使い切りタイプっていうか、こう残ったりしないんですよ。嬉しい。しポンプ型だったらこう水入れてちょっとガシャガシャして出すやん。これがもう全部出てくれるっていうのが結構使いやすいかなと思って、はい、ちょっと家で使わせてもらってます。で、ね、これの今日は、ね、トゥルントシャンプー。っていうのをちょっと使っていって、どちらかといったらこうダメージですよね。美咲さんみたいに結構ね、髪の毛カラーを何回も繰り返してたりとか、乾燥だったりとかパサつきがある方に結構おすすめなシャンプーなので、はい、今日はこちらを使用していきます。このヘアレシピ和の実の特徴なんですけど、はい、お米1000粒から1滴しか取れないこう貴重なライスオイルっていうものが配合されてます。
で、そのライスオイルっていうのが日本人のね、髪の毛にはすごく必要なスーパーフードって言われてるんですよ。しっかりとね、補修もしてくれて乾燥しやすい冬にもおすすめできるシャンプートリートメントになってるかなと思います。で、なおかつ余計なものが入ってない、無添加なんですよ。無添加で、なおかつノンシリコン、はい、ノンシリコン好きな方が多分使うとめちゃくちゃ分かると思うんですけど、全くきしまないです。結構ね、きしみがちっていう方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、でもあんまりね、何も入ってないものがいいっていう方って結構いらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方が使ってもらうとかなりちょっとびっくりするシャンプートリートメントになってるかなと思うの で、はい、で今まで多分ノンシリコン使ってなかった人とかでも本当に使いやすいシャンプーになってるかなと思うので、気になる方、よかったら、はい、この動画を見て参考にしてもらえたらなと思います。はい、はい、ということで今髪の毛を濡らしてきました、はい。もちろん38度ぐらいのお湯でぬるめ湯でやってます、はい。ちょっと寒いですけどね、はい。頑張りましょう。頑張ります。で、ツルントシャンプーを今から出していきます。はい。だってね、下から出すので、どのぐらい ?500 円玉ぐらい。500円玉くらい。うん。はい。このくらい。うん。で、このまま泡立てるんですけど、あ、これもらうね。はい。お風呂場だったらちょっと手濡れてるじゃないですか。若干お湯足します。はい、この状態で、手で泡立ててもらいます。はい。ある程度、ちょっと泡立てた状態で、いってください。はい。で、もう、頭皮に優しく揉み込むみたいな感じだよな。はい。なんか匂いも優しいよね、はい、なんかジンジャーレモンの香りなんですけど、生姜とレモンですね。うんうんうん、なんか僕は個人的にこういう飲み物あるじゃないですか。ああいうので結構リラックスできる飲み物なんで、はい、夜とか結構飲むんですけど、ああいう香りがして結構ね、うん、近くにいてもなんか落ち着きます。いい香り、やばいやばいやばい大変なことになったよいい香りですね。だいぶ泡立ちもどう？ノンシリコンやねんけどさ、シャンプー的にこう、はい、キシになるとかする？あんまりないでしょ？全然ないです。泡ももちもちで、結構もちもちの泡やね、はい、それね、泡立てやすいです。うん、なのでこの泡で結構ね、優しく頭皮も洗い上げてくれたり髪の毛も洗い上げてくれるので、はい、あんまりね、ガシガシしなくても、うん、泡で結構汚れも落ちてくれるので結構いいかなみたいな、はい、こんな感じです。泡をこう見せてください。はい。ふわふわな泡ですね。はい、で、はい、泡立ててマッサージをしたら次にお流しをして、はい、次トリートメントをしていきます。はい。シャンプーを流してきました。はい。どう？こうノンシリコンだけど、こう指通りどう？シャンプー流しただけなんですけど。すごい。きしんでないよね、全然、はい。流した感じ、僕がちょっと流したんですけど、きしみも本当になく、うん、指通りも、まあダメージもなんでね、ちょっと通りづらいと通りづらいんですけど、それでもまだ通るよね。いや、全然、違うよね。いつものシャンプーより全然通ります。うんうん。で、この状態で、また、つるんとトリートメント。はい。ね、ちょっと使って、つけていきましょう。はい。これもね、ライスオイル配合なので、結構ね、だいぶダメージ補修だったりとかね、朝付きだったりとか乾燥しっかりと抑えてくれるので、はい、それも結構500円玉くらい、500円玉くらい出しました、うん、はい、はい、で毛先から、はい、ね、しっかりとつけていってください。はい、できればね、櫛とかでやったりとかする方もいらっしゃるんですけど、一番ね、濡れてる時ってダメージ出やすいので、できればこう手ぐしで、ね、しっかりと優しくつけていってあげるのがおすすめです。はい、はい、で少しだけ時間を置いてライスオイル浸透して髪の毛の補修にもつながるので、はい、しっかりとちょっと時間を置いてから流しましょう。はいはい、はい、トリートメント流してきました。はい、どうですか、指通り。お、結構ええ感じやんな。すごい、ツルツルツルっとしてますよね。はい、結構ね、やっぱダメージもなので多少の引っかかりはあるんですけど、多分ね、全然こう、はい、指通りは結構いい感じになってるかなと思うので、ノンシリコンなんで、これすごいよね。あ、
確かにノンシリコン。でね、冬はやっぱりね、乾燥パサつきっていうのがやっぱ深刻な状況になってくると思うんですけど、はい、特にね、シャンプーってね、やりすぎにはやっぱ注意なんですよ。はい。で、なぜかと言ったら、いいシャンプーってあるじゃないですか。優しい系のシャンプー。はい。あれを、例えばね、使ってる方っていうのは、うん、1回で泡立てば別にいいかなと思うんですけど、うん、でもね、泡立たなくて2回シャンプーする方っていません？あ、ありますね。で、2回シャンプーすると2回分のやっぱ洗浄力。になって、より乾燥パサつきだったりとか、このシャンプーの摩擦だったりとかが加わってダメージがやっぱ出てしまう。はい、で、その点ね、ワノミのね、今回使ったシャンプーっていうのは、5つの成分、入ってないんですよ。無添加なんですよね。で、それで優しく、今みたいに結構泡立ててくれるじゃないですか。しかもノンシリコンで。はい、なんで、摩擦の軽減だったりとか、1回でむちゃくちゃ泡立つやん。柔らかい泡で。はいっていうのがあるので、やっぱり2回もシャンプーをしないでも1回で泡立てて髪の毛にね、優しく泡立ててくれるので、乾燥だったりパサつきだったりとかね、摩擦の軽減も抑えれるので、冬の時期にはかなりおすすめのシャンプーになってるかなと思います。はい。じゃあ次にライスオイルを使っていきます。アウトバスで。手のひらにこう押し当てるような感じやんな。はい。で、4滴ぐらい。だいたい出して。はい、はい、で、しっかりと手のひらでちょっとなじませます、はい、しっかりと毛先中心につけていきます、はい、で、足りなかったりとかしたら、はい、もうちょっと足してもらったら全然いいかなと思うので、はい、足りないちょっと足りない長さもあるので、そうね、長さがあったら多分6、はい、7滴あった方がいいかな、はい、うん、ミディアムとかだったら4滴とかでもいけそうやな、そうですね、うん、しっかりとついてる方がね、はい、やっぱり効果は出るかなと思うので、つけた感じどう？なんか感覚的にちょっともっちりするような感じがある気がします。なるほど、はい、でもこの状態でちょっと乾かし火でちょっと見てみましょうか、はい、楽しみです。はいはい、じゃあ乾かしてみました。はい、どうですか美咲さん、かなりいい感じじゃないですか。はい、なんか最初つけた時は結構もっちりしたかなと思ったんですけど、うん、言ってたよね、乾かした後はもうしっとり結構まとまったのですごい嬉しいです、うん、かなりね、髪の毛もちょっとね、はい、硬かったんですよ最初って、が結構ね柔らかくなってるから、はい、だいぶ効いてるよね、はい、でこのライスオイルあるやん、このライスオイル、はい、でこれって昔のご先祖さん、日本人のご先祖さん、はい、僕らのね、はい、はお米の研ぎ汁で髪の毛洗ってて、だから昔からやっぱそのお米っていうのは髪の毛にいいっていうのは多分分かってたよね。でそれを今現代でやってるっていう感じで、だから結構今人気爆発なのかなって思うんですけど、で今の冬の時期っていうのは乾燥だったりパサつきじゃないですか、はい、で湿気の季節にも結構使えるんですよ、湿気の時のボリューム収めてくれます。あとは夏の紫外線、あれもガードしてくれるんですよ、だから本当その四季あるじゃないですか日本の、はい、あの四季にもう全部対応できるオイルになってるので、すごい、結構すごいよね、はい、今回はもう本当に乾かす前につけたんですけど、まあ乾かした後とかにスタイリング用としても結構使えるオイルかなと思うので、このライスオイル、はい、おすすめです。はい、ということでシャンプーのねやり方、はい、おすすめシャンプーについてちょっと今日はご紹介させてもらいました。はい、美咲さんね、ワノミのつるんとシャンプー、はい、でこれが生姜レモンの香り、はい、で、まあ、ダメージ毛用なんですけど、はい、でもう一個ねしっとり用っていうのが、乾燥パサつきが、乾燥が気になる方かな、はい、なのでしっとりさせたい方に結構おすすめです。なので結構くせ毛の方には結構僕いいかな。あ、うん、そうですね、しっとりバージョンは桜とシナモン、うーん、で、もう一個がふわふわ、はい、どちらかと言ったらペタッとしやすい髪の毛、うん、難毛の方とか、はい、基本的にはちょっと、髪の毛柔らかい人にはふわふわがいいかなと。このふわふわはレモンとカボスの匂いです。はい、はい、こういう感じでね、髪質に合わせて結構使えるからおすすめかなと。であとはライスオイルですよね、はい、結構これ僕好きです。だいぶねこれお米入ってるしねほんまにガチのお米入ってるんで、はい、うん、結構おすすめです、はい、なのでまあ、シャンプーのやり方ですね。優しいシャンプーはしっかりと使って、なるべく1回で泡立つ、
はい。で、泡立ちも優しくて、なおかつね、何にも入ってないのがいいですよね。あんまりね、余計なものがいいかなと思うので、本当にね、女性の方って体が冷えやすいです。はい、なので、冬の時期は冷やさないように。はい。皆さんに僕ね、お伝えしているのが、その寒いと血管ってこうキュッと収縮しちゃう。っていうので、血行が回りにくくなっちゃうんですよ、頭皮。はい、なので、頭皮のトラブルだったり、抜け毛の原因になりがち。女性の方に皆さん言ってるのが、適度にストレッチをしといていただいて、ちょっと体をね、こう血流を良くすると。で、あと、お風呂に入るときなんですけど、頭を洗う前っていうのは、一回ちょっと湯船に浸かって、で、ちょっと血行を促してから、シャンプーをしてあげる。で、シャンプーするとね、全体的に血行流れてるので、マッサージするとより頭皮なんかは血行良くなるので、頭皮トラブルだったりとかが、なく改善される、乾燥もね。で、髪の毛も綺麗に生えていくっていう感じになるので、冬はなるべく体を温めてマッサージすることをお勧めします。はい。髪の毛を本当に綺麗にしていきましょう。髪の毛の印象っていうのはね、印象の8割増えるっていうね。そうですね。本当かな？分かってる？大事ですよ。顔よりも髪の毛を本当に綺麗にした方がいいって。はい。顔ももちろん綺麗にしなダメですけど、はい。やった方がいいって言われてるので、はい。この冬のヘアケアとして、ぜひお試しください。はい。で、今度、これ、スタイリング用として使えるって言ったんですけど、はい、これを使った冬に使えるね、ヘアアレンジ動画をね、次やっていきますので、よかったら見てください。はい。じゃあ、この動画よかったら、高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた、次回の動画で会いましょう。See you! バイバイ。泡立ちすぎぐらい泡立ってるね。すごいよね、これすごいです。結構ほんと柔らかい泡だからいいよね。いい感じですね。これはじゃあちょっと流そうか。はい、はい